はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。はい、今日なんですけども、まあ、10月も目前ということで、気になるスニーカーをちょっとリストアップしてみましたというところですね。まあ、10月実は、盛り上がる週と盛り上がらない週がもう、はっきりしてるんですね。そうですね。はい。はい、じゃあ、1週目からなんですけども、はい、10月1日が、フォアットア LA っていう、エアホースですね。はい。はい、まあ、これも海外。そうですね。今のところ海外のみって感じですね。で、10月の3日が、このエアフォースの、シャドウ。シャドウですね。これが、ウィメンズだけなんですかね。はい、ちょっとね、これね、二重デザインになってて気にはなる、ね。そうですね。なんか坂一歩でデザインになってるやつですね。はいはいはい、結構あれですよね、それ。モデルさん使ってなんかビジュアルの。そうそう、キービジュアルもね、しっかり作ってましたね。はい、こちらは国内販売もあるということで、はい、スニーカーズとか、あと山男ビリーズで販売されるみたいですね。はい、すいません、これスニーカーズになってナイキ .com になってますね。はい、それで2週目なんですけども、はい、2週目はもう皆さんお待ちかねの高いブレザーミットの2色が出るというところですね。まあ、これはアパレルも注目してるところです。はいはい。10月の8日が、堺のオンラインだったりとか、堺の店舗の、ね。青山の方ですね。はい。の販売になると。で、まぁ、10月の10日が、まぁ、これ、体育の日ですか。え?10 月の10日は、スニーカーズとかが販売になってくるというところ。確か、ドーバーストリートとかも買えるんじゃないですかね。はい、これは、海外の抽選とかもまた調べて、こちら動画の方でお伝えするので、気になる方はチェックしてみてください。はい、で、12日ですね。これが、もう、すごい、もう、大注目ですね。大注目ですね。はい、もう、カレンダーにはいっぱい詰まってるんですけど、一つは、ベイパーストリートとオフホワイトとのコラボですね。はい。はい、あと、まあ、もう、大注目というか、もう今月の、そうですね。今月のというか、まあ、今年のぐらいの感じですけど、はい、イベントみたいな感じになっちゃいますけども、トラビス・スコットの AJ6。はい。ただでもこれ国内販売について全く話出てきてないので、ちょっとどうなるのかなっていうところですね。まあこの辺もね、買い方というか販売場所みたいなところは、まあ分かり次第お伝えしていこうと思います。はい。一つはナイキ以外のスニーカーも入ってるんですけども、これはチャック・テイラーですね。はい。まあ CT70 なんですけど、はい、ラッパーのタイラー・ザ・クリエイターとコラボしているものですよね。はい。ちょっとデザインが面白いなそうですね。はい。はい、確かに。てます。なんかタイラー・ザ・クリエイターの、出せるアルバムで、はい、2枚か3枚にそんななんかポップな感じの、なんかデザインがデザインやったような気がしましたね、確か。はい。はい、まあ注目の2週目っていう感じですね。そうですね。はい。で、3週目なんですけども、まあ3週目のところは今のところ、これといったものは出てきてないかなというところなんですね。はい、で、まあ、ひょっとしたらね、この3週目とか全く入ってないので、そうね、この10月中、はてなってなってるものが出る可能性がありますよね。はい、まあ、後でこの辺のところも説明したいと思います。はい。4週目なんですけども、10月24日、これまたオフホワイトのコラボなんですけども、ワッフルレーサー。レーサーですね。そうですね。まあ、これもなんか何回も延期を繰り返して。そうですね。まあ、大きいサイズが出てほしいなっていうふうによく言ってるんですけど。そうですね。イメージなんで、はい。はい、まあ、この辺もね、販売方法だったりとか、サイズだったりとかっていうのは分かり次第、こちらでもお伝えしていこうと思います。はい。はい。10月の25日ですね。ハロウィンをモチーフにしたエアホースなんですけども、はい、スケルトンブラック。はい。去年これのホワイトが出たんですね、確かね。そうですね。はい。がエアホースの方出るというところです、ね。今回もソール光るんですかね、それ。ああ、どうなんですかね。でもちょっと後で調べてみます。でもちょっとその黒いいなと思いました。ああ、はい、私、まさに今日届いたばっかりで、ね、あそうですね。黒のやつに、はい、一つ買っちゃいました、エアホース黒。ここにちょっと出しますけど。はい、で、ですね、この10月26日が、ですね、シャッタードバックボードと言われてる、パテントレザーのエアジョーダン1ですね、はい、そのジョーダンに関してはもう結構前からリークされてましたね。そうですね、はい、まあこの黒とオレンジ色の第3弾っていう形なんですかね。あ、そうですね、はい、確かラッパーのビーオスのオフセットが履いてましたね、それは。ああ、履いてましたね、はい、はい、っていうような感じで、まあ日付がある程度出てきてるものっていうのは、まあ、こういった形で、そうですね、はい、で、まあ、このカレンダーの右端にちょっとつけてる分なんですけども、ダンクローですよね、オフホワイトの。オフホワイトのね。はい、こ
これまだ日付の方ははっきりとは決まってないですね。まあ、ただ10月だろうと。っていうふうに言われますね。出てると。そうですね。あとは、ホームポジットが一つ出てるっていうのと。あの、ブラックレーですか？はい。はい。あと、これ本当に10月かどうかっていうのはちょっとまだわかんないところはあるんですけども、はい、エアホースとクロットの。ああ、はい、ブルーのやつですね。はい。はい、まあ、このブルーのやつは、藤原宏さんとのコラボではないモデル、ね。あ、そうですね。はい。以前、白の方ですかね。で、出てたやつの、青になると。はい、まあ、去年、2018年に、はい、入れたやつですね。はい。はい。ですね、次が、これもいつ出るのかっていうのはあるんですけども、一応10月と言われているのが、AJ7 のパテントの部分です、ね。ああ、それ僕知らなかったですね。ああ、なんかね。その出るっていうこと自体も。ああ、そうなんですね。まあ、ニュースはね、出てて、気にはなってたんですけど、なんかもう、そのまま宙に浮いてる感じがちょっとありますね。あまりでも、その靴の角に関しては、インスタグラムであんまり見かけてないんで、僕。たぶんそれでちょっとあんまり分かってなかったかもしれないですね。ああ。ということは、まあ、出る可能性も薄いかもしれないですね。どうなんですかね、分かんないですけど。はい。で、最後に11月中ってなってる分なんですけども、これもともと10月って言われていた、トラビス・スコットとエアホースの、コラボですね。まあ、これが、まあ、11月になるんじゃないかという話も出てきていて、はい、まあ、実際ちょっと10月に出るの難しいんじゃないかという感じはあります。ありますね。AJ6 が出るっていうと。はい、12日に AJ6 が出るので。あと、11月に出るっていう、何ですか、延期なのかどうかわかんないですけど、はい、その話が出た時にですね、トラビス・スコット自身が、11月の9日に、アストロワールドフェスティバルっていうのをやるんですよ。はい、トラビス・スコットが地元ヒューストンで。はいはい、それやるんで、もしかしたらそれに合わせて販売するのかな、みたいな。ああ、なるほど。はいはい。っていうちょっと予想を勝手にしました。はい。あれですね、自分のところのサイトでゲリラ的にそういうの。そうですね。ありえそうじゃないですか。まあ、やりそうな。地元でやる祭りみたいな感じなんで。はい。はい。はい、あと、まあ、10月で言うと、まあ、急に出てきた情報ではあるんですけども、フラグメントと、クロットと、はい、エアホース。ナイキエアホースの、トリプルコラボですね。藤原宏さんの手掛けるフラグメントということで、すごく注目も高いというところですね。はい、まあ、これ本当に10月かな、どうなんかなというところあるんですけど。一応、リーグではオクトーバーって書いてたんで。そうですね。まあ、出たらね、それかなりあれですけどね。欲しいですよね。はい。まあ、こちらの方も情報が出次第、動画でお伝えしたいと思います。まあ、総括するとですね、やっぱり10月の2週目がもう僕らの本命というか、そうですね、はい、まずはやっぱり堺ですね、ブレザーミッドをやっぱ狙いたいなというところと、あと10月12日の AJ6 とトラビスのコラボですね、はい、はい、まあ、これがね、国内販売あるのかどうかもまだはっきりも言われてない中で、そうなんですね、どうなんだろうというところあるんですけど、まあ、注目の一足って感じですね、はい。まあ、ブレザービートは前職の、ブルーの方を僕はスニーカーって変えてるんで、はい、まあ、変えたらいいなって感じですね。僕は今回ブラックですね。ああ、まあ僕は灰色なんですけど、はい、欲しいのは、はい。まあ両方狙っちゃいますけどね。ああ、そうですね。まあ抽選かどうかもわかんないんですけど、そうですね。はい、まあその辺は続報が出たらということで。はい。はい。10月のスニーカーで皆さん気になっているもの何かありますでしょうか。もしなんか10月で買いたいなと思っているものあればコメント欄の方に記載していただけたらなと思います。はい、ブレザービンでももし欲しかったらですね、どちらの色が欲しいとかっていうのも書いてもらえれば。そうですね。参考になるかな。参考になるんで、ね、はい、はい。よろしくお願いします。はい。で、実はですね。そうですね。チャンネル解説から明日ですか、はい、で、ちょうど半年ぐらいになるんですかね。はい。ちょうど半年ですね。はい。感慨深いものがありますね。そうですね。よく持ったなという気もしますね。そうですね。半年。はい、半年経ちましたね。続けられたなという気もしますね。はい、なんか、まあ、編集はお互い交代であったりとかするんですけど。ああ、そうですね。はい。はい。まあ、動画出すたびにですね、アクセス数だったりとか、あと、いいねだったりとか、あとまあ、コメントいただけたりとかで、まあ反響があると。まあ、励みになっている。励みになっているというか、まあ、モチベーションが、ね、なんか続くというか。そうですね。はい。まあ、なんか次こんなん出したいなとかっていうふうに、なんか気持ちも盛り上がってきて。前向きになれるというかね。はい。それでは今後もよろしくお願いします。お願いします。はい。いつもの、お願いします。いつもの。はい。気になる方は、チャンネル登録のよろしくお願いします。高評価お願いします。はい。それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。
I'm sorry but it's evident Uniform 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing visions I had about